この動画は JLC PCB の提供でお送りします。こんにちは。今回はウィムズハースト誘導起電機の大型版を作ります。以前一見チャンネルでは夏休みの自由研究の題材としてウィムズハースト起電機を紹介しました。その動画の中で大型版を作ると言ってしまいましたが、なかなか作らずにいましたが、ようやくこちら完成しました。今回作るのは前回よりもさらに大型化そして高効率化したものになります。こんな感じで。 放電するわけですが早速作っていきたいと思いますその前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介ですどうぞ プリント基板を安く作るのなら JLCPCB が結構おすすめです。今日の実験で使う基板も JLC で作りました。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。 6層基板用のクーポンも配布しているので皆さんもぜひいろいろ試してみてくださいウィムズハースト誘導記念機の構造について簡単に復習していきますウィムズハースト誘導記念機とは静電誘導を利用してディスク表面の電荷の偏りを集めて雷電瓶に溜め込み放電させる装置です詳しい解説については以前の動画を見てください概要欄にリンクがあります 以前作った装置の放電距離は3から4ミリが限界でしたが今回はこの本を参考にしてそれ以上の放電距離を目指していきます目標は 20cm ですそもそも放電とは何かを考えていきますここでいう放電は電池の放電とかそういう意味ではなくて高電圧がかかって絶縁破壊されそして電流が流れる現象のことを言います放電には大きく分けて4種類あります コロナ放電グロー放電火花放電そしてアーク放電ですまず一つ目のコロナ放電というのは例えばこういった導線の先っぽであったり尖った箇所からできる放電です持続的な放電です次は火花放電これは静電気や雷などの瞬間的な放電のことですそして次はグロー放電これは蛍光灯などで使う放電ですね持続的な放電です そして最後はアーク放電アーク溶接などに利用される非常に温度の高い放電です今回のウィムズハースト起電機で作る放電はこちらの火花放電です実際にこちらの簡易雷電瓶を使って火花放電を見てみたいと思います雷電瓶に電荷を貯めてこれを近づけていくと 今放放電電しましまたこれが火花放電ですもうちょっと近くで見てみますここにどんどん電荷を溜めていくのですがこういった尖ったところからコロナ放電によって自然に電荷が抜けていってしまいますなのでコロナ放電を極力抑えることで雷電瓶に溜まった電圧をどん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 高くしていってそして長距離の火花放電が見られるるようになるわけですこれを踏まえて以前作った装置の改善点を考えてみます。 以前の装置は3つほど改善点があったかと思います1つ目が発生電圧不足ですこれは単純に前回作った装置の発電する能力が低いことですそして2つ目細い配線や配線同士の接合部などで電気抵抗となる部分がたくさんありましたそして3つ目導体の形状をそこまで考えていなかったので尖った部分が多かったですそれによりコロナ放電が発生し電荷が大気中に逃げてしまう箇所が多かったです これらを解決すればより大きな火花放電を作ることができるはずです発電の効率を上げるための改善策をいろいろと考えてみましたまず発電量を増やすためにはディスクの回転速度か面積を大きくすする必要があります物体を高速で回転させるというのはなかなか難しいので今回は表面積を大きくする方法を選びましたこれがそのディスクです今回のスポンサーである JLCPCB で発注しました 一般的なプリント基板と同じガラスエポキシ材である FR4 を機材としているので絶縁性能は高いはずですなので電圧が上がっていっても絶縁破壊を起こしにくくなっていますちなみにこちらが銅箔ですが銅箔の形によっても発電効率や放電の違いなどあるかと思いますそれ以外にも回転機構の部分なので今回いろいろと工夫したところがありますのでそれは作りながら紹介していきますでは実際に作っていきます まずはディスクの方から制作していきます。こちらの真ん中の部分に大きくくり抜いた部分があります。こちらにはドリブンプーリーを兼ねたハブを接着します。このような構造になっています。ここの部分に溝が掘ってありますが、ここにゴムベルトを引っ掛けて駆動します。これと全く同じものを2枚作りました。ちなみにこちらのドリブンプーリー兼ハブは 3D プリンターで制作しました。今回こういった部品類のほとんどは 3D プリンターを使って制作しました。 今回は回転をなるべくスムーズにするためにボールベアリングをハブの部分に入れることにしました表裏の両方ありますこちらのハブの部分にシャフトを通していきますこれだけですとディスクが簡単に動いてしまいますしベアリングが抜けてしまいますですのでカラーをつけてしっかりと固定しますディスクの部分が完成しましたがこんな感じでよく回ります こういった部分の回転のスムーズさなんかは前回と比べると非常に良くなっています次は土台の部分を作成していきます今回は入手性の高さ加工性の良さそしてコストの低さから塩ビパイプを使うことにしました そしてディスクを駆動するためのドライブプーリー一式も作りました。こちらの手回しクランク、シャフト、ベアリングホルダードライブプーリーです。非常に滑らかに回転します。今回改めて思いましたが、こういった回転する部分には軸受けは必須です。こちらの操作部分一式は土台に固定していきます。注意点なのですが、この時にドライブベルトを入れ忘れないようにします。後で入れるのは大変ですから。 ちなみに今回のドライブベルトにはウレタンベルトを使うことにしました切断面をライターで炙って溶着することで自由な長さの輪にすることができますこちらのハンドル側の固定が終わったら次はディスク側を固定していきます入れるのが大変ですねそしてプーリーにベルトを引っ掛ければ完成です実際に回してみますお こんな感じで結構勢いいよく回っていますねかなりスムーズに回すことができています回転速度も結構速く回してもそこまで大きなブレは発生していませんただこの円盤自体が完全な平面ではありませんので円盤同士が擦れてる音みたいのがちょっと出ていますね次はこんな感じでニュートラライザーを作りました円盤状にたまった電荷を移動させるための線ですこれを2セット作って塩ビ管の部分に固定します 同じように終電部分も 3D プリンター製の部品を使って作っていきますこのように導線を通しましたそししままたそて取り付けします次は前もって作っておいた雷電瓶に先ほど作成した終電器から伸びているケーブルを接続しますというわけで完成しましたので実際に動かしてみます回ってますねあのカメラ今ディスプレイに映してモニターしているんですけどもモニターがですね静電気で。 あの消えましたねこれを回していくと結構チリチリ音が聞こえてきますねでしかもオゾンの匂いがしてきますでこれ放電の棒がありますがここに近づけていくとおいいですねこんな感じでお結構連続的に放電もできますねこの回転速度をさらに高くしていきましょう やっぱり早く回転させた方が充電が速くなるのか放電のスピードもどんどん速くなっています。ただですね、この放電の距離ですね、ちょっと思ったよりも放電の距離が出ていません。もうちょっといくかなと思ったんですけど、放電の距離にすると長くて2センチくらいかなといったところですね。スローモーションでも撮影してみました。 放電の距離はいいところ2、3センチといったところでしょうかこのように動作確認はできましたが期待していたほど放電距離は伸びていませんでした片方の雷電瓶に接続した放電ロッドをもう片方の雷電瓶に近づけていくとこの間で放電します ですがこちらの円盤でもどうやら放電しているようです円盤を回している時にオゾンの匂いがしています多分どこかでコロナ放電しています実際に確かめてみると確かにコロナ放電していましたこちらは回転している時のニュートラライザーを撮影していますがコロナ放電していますかなり定常的に放電していますねまた円盤上の銅箔と銅箔の間でも放電していますさらに収電器の部分でも放電を確認できました つまりどういうことかというと雷電瓶の電圧が高くなってくると本当は放電してほしくない場所つまりニュートラライザーや終電器円盤上で放電してしまうようになってしまいますこういったところで放電してしまうとこれ以上雷電瓶の電圧を上げることは難しくなってしまいますなんでかっていうと充電に使うはずの電荷がどんどん逃げていくからですねつまり雷電瓶の電圧を上げて放電距離を長くするためには こういった部分での放電を何とかして止める必要があります。ちなみにこの対策は電圧を上げていくほど難しくなってきます。というのも電圧を上げていくと他の箇所でまた放電が発生してそれを対策して電圧を上げたとしてもまた他の箇所で放電が発生する箇所が出てくるからです。いたちごっこのようになってしまって対策は結構難しいです。実際に色々と対策してみました。 まずニュートラライザーの構造をこちらの T 字型構造に大幅に変更しました従来はこちらの導線を使っていましたがこちらの T 字型方向に変更していますまた電圧が高くなった時のコロナ放電を抑制するために尖った箇所はなるべく少なくしていますこちらの形状もいろいろ工夫して最終的にこのような形状にしました また従来構造ですと円盤とニュートラライザーをこのように接触させていました色々と実験を繰り返していくうちにニュートラライザーは円盤に接触させない方が放電距離が伸びるということに気がつきましたなのでどうするかというとこちらの新構造のニュートラライザーは円盤から少し離したギリギリのところを狙っていきます また終電部分についても少し改良をろいろと試してみた結果終電部分についてはある程度尖っていた方が終電効率が高いということが分かりましたなので大幅な設計変更はしていませんただ使うケーブルを少し変えました従来構造は銅の寄り線を使っていましたが新構造では銅の単線を使っていますこちらの方がいろいろと取り回しが良かったりしますからね また終電部分と雷電瓶の接続についてもこちらは大きな課題です雷電瓶から直接終電部分を生やした構造というのがやはり一番理想に近いようですが今回は機構的に大幅な設計変更はせずこのままの形でやりますとりあえず完成しました実際にやっていきましょうこういうふうに回していくのですが 構造が大幅に変わってしまったためか発電しなくなってしまいました。ですので最初に電荷の偏りを与える必要があります。こういうふうにアクリル板を布でこすって近づけていくと電荷の偏りが生じて充電が始まります。今本体からジーっていう音が聞こえてオゾンの匂いがします。どっかでコロナ放電がまだしているということですね。実際どれくらい放電が伸びたのか見ていきましょう。 おお結構伸びましたね10センチくらいあるんじゃないでしょうかでやはりですねこれも構造が大幅に変わってしまったので1回放電してしまうともう充電が完全に切れてしまうそんな状態になってしまいますですので1回放電したらまたこのアクリル板をこすって電荷の偏りを与えてあげる必要がありますちょっと面倒くさいですねこれは。 おスローモーションで撮影してみました改良前後の放電を比較してみました改良前は23センチメートルだったのに対して改良後は約8センチメートルと放電距離は大幅に伸びています改良後は放電の距離がかなり伸びて大体お5センチから10センチぐらいは飛ぶといったところでしょうか 今回は電圧がかなり高いのでさすがにデンジャース一見はやりませんあとはこちらの装置一回放電してしまうと電荷が抜けきってしまって再度円盤に電荷の偏りを与えないといけないっていうのが結構手間ですね。これも電荷電荷の偏りがないだけでここには残留電荷が残ってましたね。結構バチってきましたね。 はい、皆さんは気をつけましょう今までは雷電瓶にプラスチック製のものを使っていたのですがガラス製のものを使ってみるとどうなるのか試してみます雷電瓶をガラスに変えてみましたがおそこまで大きな変化はないですね放電距離もあんま変わらないですし放電の強さなんかもほとんど変わっていませんもう一回やってみますが、はい、やはりそこまで大きな変化はありません 放電の距離も変わらなければ放電の強度もそこまで大きな変化はありませんこれは来電瓶がどうこうというよりかはディスクの設計であったり終電部分ニュートアライザーの設計が放電距離に非常に効いてくるところかと思います今蛍光灯を持っているのですがこういうふうに来電瓶に近づけると分かりますか光ってますね これね結構バチバチするんですねやっぱ持ってると体中の毛が割と逆立つような感覚になっていますというわけで今回は大型のウィムズハースト誘導気電機を作ってきました目標の放電距離を 20cm にしていたのですがやはり難しかったです最大でも 10cm 程度大体10万ボルト程度でしょうかそのくらいの電圧と放電距離が限界となってしまいました 放電距離が伸びなかった理由は色々と考えられます構造的な理由であったり環境的な問題です環境的な問題ですが湿度の高い時期に撮影しているのでどうしても静電気が発生しにくいですこの部屋の環境では空調を効かせて除湿していますがやはりそれも限界があります乾燥した環境で試すともう少し違う結果になるかと思いますまた構造的な問題についてこちらもいくつかありますまずはこちらのベルト駆動についてです 映像では普通に回しているのですが結構ベルトが滑っていますというのもディスクが大きくなって発電能力も高くなりましたそうすると静電誘導によってディスク同士に引力ができますディスク同士が張り付いてしまってうまく回らないという状況になってしまいました あとは電圧が高くなってきたので円盤の部分で放電が発生したり尖った部分で放電が発生したりあとは雷電瓶のところでもコロナ放電が発生していましたこれらは全て意図していない放電です電荷が抜けていってある程度より電圧は高くなっていきませんですのでコロナ放電についてはさらに対策が必要そうですまた円盤上で発生していた放電についてこちらは銅箔の配置をある程度工夫することで抑制はできそうです こういった文献をある程度読み進めていくとセクターレスディスクっていうのがあることがわかりました見えますかねアクリルのディスクですこのセクターレスディスクを使うことでプリント基板上の銅箔間ででの放電は抑制できますセクターレスタイプは樹脂の上に帯電させてプラス帯電マイナス帯電中性化それらをシームレスに行うものです現在こちらのアクリル円盤を使ったセクターレスタイプのウィムズ・ハースト起電機も作成中です 今回の結果はあまり満足のいくものではありませんのでこういったセクターレスタイプを使ってさらなる長距離の放電目標は 20cm を目指していきますセクターレスタイプについてはそのうち動画が上がるかと思いますというわけでウィムズ・ハースト誘導記念機を作ってみましたそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡お待ちしております。一健が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。